なかなかすごい味のビル、あるビルですね。ここで、うちはここの1階にあります。マコトプレスはここで、うちの店舗でございます。こんな感じの扉式です。こういう感じですね。で、うちの店舗はここにあります。こんな感じの渋い階段になってまして、ちなみに上はこういった感じです。で、もう一つ、二つの階段になっておりまして、さっきの道があそこなんですけど、平行で二つこうと階段があります。なかなか変わってます。地下もあります。で、うちは1階のこちらがうちです。これは銀座店です。ここがうちの銀座店。今日はここで働きます。今日は久しぶりにここで働きます。今日はこちらですね、1本目、フロストの前がね、ドイツなんですけども、これクリアですね。こういった感じでクリアの前髪なんですよね。でここに3つ穴が開いてるんですけど、多分これここのスワロフスキーがもともとこっちにも入ってたのかなと思うんですけど、まあこれ抜けてても抜けてたで、なかなかね結構おしゃれな感じになってると思うんで、で鼻もこのように高さあります。高さあります。日本人でも大丈夫です。でカーブもそんなにないんでね。でこれかけるとこんなイメージになりますね。こんな感じですね。以上です。新しい髪型で撮影中です。実はこれミラーレス一眼です。今日から試し撮りをしています。